愛の里公園駅は北海道札幌市北区愛の里2条8丁目にある北海道旅客鉄道札沼線の駅である。駅番号は G11、電報略号はアコ、札幌市最北端の駅、1985年の釜屋薄駅と周囲約500メートル範囲、左下が札幌方面、周囲では造成が始まっており、この翌年に 右上隅の位置に400メートル移転した。なお1976年の写真と駅自体は変わっていない。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成札沼線が当地に開通する前の1932年から、札沼線釜屋薄駅設置規制会が地元住民を中心に起こり、 その26年後の1958年に、現在駅の南西約600メートルの位置に、釜屋薄駅として開業した。用地は地主から提供され、待合室も地元民の寄付金で建てられた。1980年から、札幌ニュータウン、愛の里の開発が始まり、当駅の総延方に、愛の里教育大駅が開業した際、 同駅との駅間距離が短くなりすぎるために、新戸津川方に移転し、その後団地造成に伴って、釜屋薄駅の住所地名が愛の里と変更、また駅名も変更された。旧名の釜屋薄は愛の語で、平岩が岸に付いているという意の釜谷屋に由来するとされるが、札幌市によると当地に平たい岩があったという事実はないという。現駅名は住居表示が、 愛の里となったことと、近くに愛の里公園があることから、相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。1990年代には、駅舎内の窓口で朝のみ、管理駅の派遣職員による出発業務が行われていたが、現在は、総延駅管理の無人駅、簡易自動改札機、簡易自動券売機が設置されている。キーとかの利用は可能だが、 カードの販売は行われていない。駅舎側が2番線、古仙橋を渡って1番線である。札幌方面の列車も、列車駅違いなどがない場合は2番線から発着する。2019年度の1日平均乗車人員は1797人で、ある。JR 北海道内の駅別乗車人員で、無人駅としては最も利用者が多い駅となっている。 近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通りである。札幌ニュータウン、愛の里の東側もより駅である。愛の里の開発が始まる5年前にあたる1975年の時点では、駅周辺は一面の原野であったが、現在は、駅周辺の土地分譲販売が盛んに行われている。 当駅と隣の石狩太美駅間には JR 北海道最長の橋梁である石狩川橋梁がある。釜谷薄駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。